人とは違うこの能力にしろ伸びしろにしろ運命にしても、親子関係にしてもその受け入れがたいものを、受け入れていく必要はあるんですよね。はい、おはようございます。早稲田メンタルクリニックの院長増田祐介です。今日はお前も頑張れと言われた時にどうするべきなのかについて、解説しようと思います。こういうアドバイスをされて傷ついている人ってすごくいますよね。上司とか、両親から、頑張ったら大丈夫なんだよと、気合が大事だとか、俺も辛いことがあったんだよ、だからお前だって乗り越えれるはずだとか、努力は報われるんだとか、モチベーションを鼓舞すれば大丈夫だとか、リラックスすれば、息抜きをすれば仕事頑張れるよとか、まあいろんな形でですね、頑張れって励まされるんだけれども、なかなかですね、期待に沿うことはできません。で、これはまあ、うつ病の人に頑張れと言っちゃいけないっていう、まあ、基本的なルールもあるんですけれど、それ以外にも発達障害の人に頑張れって言い過ぎてもいけないとか、まあ、パーソナリティ障害の人にも頑張れと言い過ぎちゃいけないっていうのはありますよね。で、これはどういう問題なのかっていうとですね、患者さんは随分もう頑張っているのに、限界近く頑張っているのに、限界近く頑張っていて、それでも頑張ろうとするから、無理が来て過食嘔吐とか、アルコールに逃げちゃったりとか、自傷に走るのに、どうして他の人はそういうことを言ってしまうのか、それは相手を傷つけるつもりはないのにもかかわらずどうして相手を鼓舞してしまうのか、それをですね、解説しようと思うんですけれども、その結論何かっていうとですね、結局能力と伸びしろとか、まあ運とかそういうものって人それぞれ違うんですよね。で、結局努力でなんとかなるものではないんですよ。まあ努力でなんとかなる部分はもちろんあるんだけれども、ならない部分ってたくさんありますよね。それがどうして理解しがたいのか、どうして相手はそれを理解してくれてないのかっていうことなんじゃないかなと思います。はい。で、そもそもですね、精神医学ってどういうものかっていうとですね、生物心理社会モデルを取ってるって言われるんですね。だから精神医学って何かっていうとですね、そのもう能力とか遺伝子によって人のによって差があるってことをもう認めてるんですよね、そもそも。だから、生物心理社会モデルにおける生物って何かって脳のことですよね。脳っていうのは他の筋肉とかと一緒ですよね。運動神経と一緒で、遺伝によって決まるところが大きい。頭の良さ、記憶力の良さ、どれくらい頑張れるのか、どれくらい人に気を使えるのか、優しいのか、もしくは逆にね、攻撃的なのか、こういうのは、まあ、遺伝で決まったりするのが大きいと分かってます。で、もちろん遺伝だけではなくて、学習によって変わってくる部分もあるんですね。後天的なものでも変わってくるんですよ。で、後天的な学習によって遺伝子変化、エピジェネリックな変化も起きるってことも分かってます。ただ、こことこっち、どっちが影響強いのっていう話もあるんですよね。で、あと社会モデルっていうのは環境の話ですよね。環境によっても結構変わると。人間っていうのは相対的な生き物なので、知的障害っていうのは、他の人から見て相対的に、劣っている。なのでそれが知的障害、まあ今精神発達障害とか言いますけど、になったりします。あとは環境によって、まあ病んでしまうってこともあるんですね。労働時間めっちゃ長いとか、パワハラとか受けるとか、まあそういう形でうつっぽくなっちゃうっていうのも、まあここに入るかなと思います。で、分かりやすく言うならば、生まれと育ち問題ってことなんですよ。で、これはですね、長らく、まあ人類っていうのは、議論し合ったんですね。1632年生まれのジョン・ロックっていうイギリスの経験主義かな、経験論とかを言った哲学者の人はですね、人間っていうのはみんな生まれた時は白紙なんだよと、だから生まれた後のもの、経験とか学習によって変わっていくんだよってことを唱えたんですよね。で、最近だとあれですよね、これですね、マイケル・サンデルさんの能力主義の本ですよね。能力主義の本っていうか、能力主義の話にも近いかなと思います。努力をすれば、
みんなレベル、一定のレベルを到達できるよと。だけど、まあそういうわけではなくて、やっぱ生まれつきのものとかもあるんだよと。これは競い合ってるんだけれども、競い合ってきたんだけれども、議論し合ってきたんだけれど、まあ現代ではまあ両方あるってことは分かってます。なので、生まれの問題もあれば育ちの問題もあると。両方あると。だけど、多くの人は育ちの問題だけだと思ってるんですよね。で、だから生まれながらにして劣っている障害があるってことをなかなか認めがたい。そういうものがあります。だから精神学って偏見が多いし、共感されないし、理解されてないんだけれども、その原因の一つはここの問題ですよね。生まれながら、脳、だから足とかね、そういう体の問題ではなくて、脳という心にまで、差があるってことを人々は認めがたいんですよね。で、っていうのが、まあ、背景にあるのかなと思います。で、これはですね、治療の中で僕らはそのテーマを結構扱うんですよね。だから患者さんにも自分のその頑張ってる人、だから頑張って、だけど追いつかない。どうしてなんだ。頑張ってるけど追いつかないんだ。と言っても苦しくてアルコール逃げちゃう。自傷してしまう。過食嘔吐してしまう。それはすごく、ね、他の人からは理想が高いと言われるかもしれないけど、そうじゃないんだよとか。人並みにはなりたいんだとか、まあいろいろあるんだけれども、やっぱりその受け入れがたいものを受け入れていくって必要があるんですよね。だから人とは違うこの能力にしろ、伸びしろにしろ、運命にしても、親子関係にしても、その受け入れがたいものを、受け入れていく必要はあるんですよね。で、これはなかなか難しいテーマだと。でも、これを、まあ、ようやく受け入れましたよと。受け入れたんだけれども、じゃあ、相手は受け入れてるかというと、全然受け入れてないんですよね。大体受け入れません。大体、だから自分、適応障害でも何でもいいんですけど、職場でなんかいろいろあって、自分っていうのは、頑張ってるけど、能力不足なんだなと。だけど、だからちょっと適応障害になっちゃったな、と思って、だから自分なりの身の丈に合った頑張り方を しなきゃいけないんだなと分かって復帰しても、相手は分かってないからまた仕事を押し付けられるとかたくさんありますよね。で、どうなんだっていう話になるんだけど、それどうしてかっていうと、やっぱりこの生まれ育ちっていうのを、まあそういう、なんて哲学的な部分ですよね。こういう発想の転換というか、こういう問題を、なんていうかな、理解できてないからなんですよね。だから精神医学ってすごく残酷で、人によって生まれつき能力とか伸びしろのバランスとか、その運命とか運とかの要素っていうことをすごく現実的なところを理解していかなきゃいけないし、それがまあ治療的に必要なことだったりしますよね。だから気持ちの問題じゃないんだよね。だからなんかね、トラウマは存在しないとかね、そんなことなくてトラウマは存在するし、捉え方次第だ。いや、そうかもしれないけど、捉え方次第じゃ済まない問題ってたくさんあるので、まあなんていうのかな、そういうことがあります。で、それをじゃあ患者さんは治療の中でなんとか理解をしていって受け入れていくようなことが、できても、相手は受け入れてくれていない。だからまた傷つくってことはよくあります。うつで仕事を休んでる中で自分の限界性を受け入れて、いざ職場へ復帰したら、相手はこちらの限界性っていうのを受け入れてくれなくて、すごくこう仕事を押し付けてくるってことは、まあよくあります。はい。だけどそこもまたうまくやっていって、相手がそういう生まれ育ち論争っていうものを理解してもらわなくても、理解できてない人とも、まあうまく付き合っていくっていうことをですね、覚えていかなきゃいけないということですね。はい。だからお前も頑張れと言われた時には、まあうまくこなす、いなす方法をやっぱり、主治医の先生と、まあ、話して作戦を立てていくっていうのが、すごく重要なんですよね。はい、ということです。はい。ということで、今回はお前も頑張れ論争について、解説してみました。以上でこの動画を終わります。もしこの動画を見て良いと思ってくれた方は、グッドボタン、おびチャンネル登録、あとシェアの方よろしくお願いします。ではまた。